株ドットコムは au 株コムへ生まれ変わります。三菱 UFJ フィナンシャルグループに経営大会の au が加わった最強の布陣です。資産形成の時代、すべての人にもっと自由な投資を。私たちの挑戦にご期待ください。 au 株コム証券。オレンジで赤い彗星の証券会社はあの国民的アニメを起用することになった。生まれ変わった会社のコミュニケーションにはニュータイプの挑戦がよく似合う。俺たちは3倍速で動くぞ。吠える社長と社員、働き方改革が脳裏をかすめる役員。その様子に坊やだからさと嘘吹くかの男。全てはお客様のために。 au 株コム証券。バイト探しに近道を。拙者も雇ってください。店長、マイナビバイト店長見て。家業の後継者にとってのこんな集まりあったらいいなを実現したコミュニティになります。家業の伝統と先端技術を融合させたすごい先輩経営者の話を聞いたりですとか、あとは同じ境遇にある後継者同士でこう話し合って課題を解決したりですとか、で、まあ、そういう場にしていきたいなと思っていて、家業の後継者にとって家庭職場に次いでの第三の場になればいいなと思っています。全国の地域を盛り上げていくためにとても重要な活動だと思っております。
日本の企業の 97% がファミリービジネスという現状があります。この担い手を応援し、共に成長していける場を作っていきたいと考えております。先輩家業イノベーターやメンバー同士の交流を促すようなイベント、加えてユニークないくつかのプログラムも準備しております。例えばデザインやテクノロジーといった専門領域に長けたメンバーと家業を持つメンバーをマッチングすることによって新しいビジネスを生むためのアイデアソン、さらにはオランダへのスタディーツアーといったものを準備しております。通常であれば自分一人で考えるべきことを家業ラボのコミュニティの中でブラッシュアップ、実践ブラッシュアップとみんなで見守りながら応援、切磋琢磨し合えるのがコミュニティの魅力だと思っております。家業の後継者としては地元の仲間や近しい人に相談することがなかなかできないことも多々あると思うんですね。そういう時は家業イノベーションラボに参加をして先輩後継者にぜひ相談してみてください。同じ志を持つ同士としてきっと親身になって相談に乗ってくれると思います。開会宣言。公益社団法人東京青年会議所副理事長児玉康智君お願いします。はい、皆様新年おめでとうございます。日頃より公益社団法人東京青年会議所の運動にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。本年度は、新型コロナウイルスの蔓延、そして政府から発せられました緊急事態宣言に伴い、動画での配信をさせていただく運びとなりました。しかしながら、我々公益社団法人東京青年会所メンバー一同は、一歩一歩歩みを止めることなく、明るい豊かな社会を実現するために挑戦をし続けてまいります。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。それでは公益社団法人東京青年会議所2021年度1月例会 You can create the world 未来を構想し新たな世界を東京からを開会いたします。よろしくお願いいたします。本日司会進行を務めさせていただきます公益社団法人東京青年会議所ランニング委員会総括幹事伏見晃平と申します。よろしくお願いします。国家読書。公益社団法人東京青年会議所港区委員会真壁光昭君お願いします。君が
JCI クリード昭和、公益社団法人東京青年会議所、副理事長菅博文君。はい。 The Creed of Junior Chamber International: We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of men transcends the sovereignty of nationsthat economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be ruled rather than man, that earth's great treasure lies in human personality, and the service to humanity is the best work of life. JCI ミッション並びに JCI ビジョン昭和、公益社団法人東京青年会議所副理事長新井和成君。はい。 JCI mission to provide development opportunities that empower young people to create positive change. JCI vision to be the leading global network of young active citizens.JC 宣言文朗読並びに綱領昭和、公益社団法人東京青年会議所副理事長山本健太君。はい。 JC 宣言、日本の青年会議所は希望をもたらす変革の起点として、輝く個性が調和する未来を描き、社会の課題を解決することで持続可能な地域を作ることを誓う。綱領、我々 JC は社会的、国家的、国際的な責任を自覚し、志を同じ者の相集う力を合わせ、青年としての英知と勇気と情熱を持って、明るい豊かな社会を築き上げよう。新年明けましておめでとうございます。東京都知事小池百合子でございます。本日、公益社団法人東京青年会議所の2021年度1月例会が開催されますこと、心からお喜び申し上げます。東京青年会議所は昭和24年の設立以来、今日に至るまで明るい豊かな社会の実現を目指して、様々な活動を展開されてこられました。地域社会の発展に大いに貢献されておられます。これもひとえに戸口理事長をはじめとする歴代理事長、役員、会員の皆様方の絶え間ぬ努力の賜物であって、深く心から敬意を表します。さて、この1年、新型コロナとの戦いにおいても、東京青年会議所会員の皆様をはじめ、都民や事業者の皆様方、並々ならぬご尽力いただいてきたところです。さらなる感染拡大を何としてでも食い止めて、皆さんの命を守り抜く、そのためあらゆる対策を講じてまいります。引き続きお一人お一人のご協力よろしくお願いいたします。さて、いよいよ開催が1年延期となった東京2020大会ですが、この夏幕を開けます。皆様には大会機運の醸成などのご協力もいただいてまいりました。改めて感謝申し上げます。大会までの貴重なプラスワンの日々、オール東京、オールジャパンで一丸となって取り組みを着実に進めて、未来への希望を灯す、そんな祭典として大会を成功に導いてまいります。皆様には今後とも東京、そして日本の成長を力強く牽引し、新たな世界を切り開く若きリーダーとしてご活躍いただくことを心から期待いたしております。結びに、東京青年会議所の今後のますますのご発展、そして本日お集まりの皆様のご活躍、ご健勝、心から祈念を申し上げまして、私の新年のご挨拶とさせていただきます。You can create the world. 皆さん、 JCI Tokyo こんばんは。 JCI Tokyo President Masahiro Toguchi さんと JCI Tokyo 人たちおめでとうございます。 You can create the world.
Dear fellow members of JCI Tokyo and Nijijo Dokuji-san, this is President Allen from JCI Victoria. We wish you a happy new year. Akemashite omedetou gozaimasu. You can create the world. Masahiro Dokuji, Tokyo JCI 회장을 비롯한 회원분들, 새해 복 많이 받으시고 건강하시고 행복하시고 항상 모든 일들에 행운이 깃들길 바랍니다. 감사합니다. You can create the world! JCI Taipei! JCI Tokyo! You can create the world! Hello, JCI Tokyo. I'm Danny from JCI City, Singapore. I would like to congratulate my presidency mate, Masahiro San, for being elected as 2021 JCI Tokyo president. Congratulations. I hope that both of our chapters can collaborate together for next year to do a project. You can create the world. ましておめでとうございます。Happy New Year! You can create the world! 本日、多数の祝電を頂戴しております。誠にありがとうございます。続きまして、プレジデンシャルリース伝達式を行います。この伝達式には、本日お越しいただいております歴代理事長の皆様にお立ち会いをいただきます。公益社団法人東京青年会議所第67代理事長中原修次郎先輩、公益社団法人東京青年会議所第68代理事長畑野真美先輩、公益社団法人東京青年会議所第69代理事長石川和孝先輩、公益社団法人東京青年会議所第70代理事長塩沢正則先輩、直前理事長伊沢栄太先輩、ご登壇ください。それでは公益社団法人東京青年会議所第72代理事長戸口正弘君、ご登壇ください。これよりプレジデンシャルリースの伝達を行います。歴代理事長の皆様、よろしくお願いいたします。今、プレジデンシャルリースが伝達されました。
原点、それは宮前兵衛先輩がおっしゃっていた新日本の再建は我々青年の仕事であるという言葉に尽きるというふうに思ってます。誰だってね、あれだけ焼け尽くされたらね、それから自分の工場もね焼け花になっちゃってさ、まあ、したら、まあ、私じゃなくたって自分の家族を、商売を、そして町を直すのは何かしなくちゃいけないと思うのは誰でも考えたんだよ。私じゃない、私だけじゃないですよ。明るい豊かな社会の実現というのは我々青年会議所の一つの理念です。日本中の JC メンバーがその理念に向かって日々 JC 運動を展開しています。2020年にですね、我々東京青年会議所は中長期ビジョンというものを定めました。持続可能な幸福中心社会の実現というものです。これが向こう5年我々が目指すべき明るい豊かな社会だというふうに考えています。皆さん一人一人が世界を変えられるんだっていうところに気づいてほしい、そしてそれができる団体なんだっていうことを皆さんに理解してほしいなというふうに思って、この You can create the world という言葉をスローガンとして掲げさせていただきました。未来を構想する、変わったのではない、変えたのだと誇れる未来へ。青年が持つ熱と力ですね。 JC の運動と呼ばれるものを市民に伝えていく、まさにダイバーシティには力を入れていきたいと。内部的そして対外的に対する新しい価値の創造、教育政策そして政治行政政策、まあ、小学校に行って自分たちのこの地域の課題を考えて区長さんとかにそれを持っていくとか、オンラインだったりウェブを活用して効果を生んでいくっていう、価値を創造したものを外に発信していく、メンバーを一人でも多く増やして巻き込んで変えられるのは一人一人の意識だと。私たちだけではなく皆様だけでもなく一緒に協働していくことが大切だと思います。 You can create the world。 JC の好きなところは仲間がたくさんできるところです。大変なことも多いんですけど、授業をやってその後に仲間になる、まあ、大人になってからこんなに本気でぶつかることはないなというぐらい、まあ、時には喧嘩もしましたし、まあ、時には楽しくやりながら本気で取り組んでいけるのが JC の魅力かなと思います。自分の分野じゃない分野、大きい分野、知らない分野にチャレンジできるっていうのはすごく面白いなと思っていて、小学校5年生から中学3年生の子たちをスイスの国連の本部とかに連れて行って、こういう授業を世界のメンバーと連携してやれたっていうことがすごく私の中で大きな体験になってます。 You can create the world。 調和の取れた総合的な戦略、国際社会とつながることです。東京 JC の組織改革です。日本人の成長と発展です。発展、私はできると思ってやることです。価値の転換で世界を変える、みんなで新しい生活を築き上げていくことです。未来へのチャレンジ、あなたは未来を作ることができる。あなたと描く、あなたと作る。メンバー一丸となって事業に取り組む、一緒になって取り組むことが仲間との出会いとかけがえのない経験だと思ってます。地域市民の方といろんなこう問題、課題というのを間近で聞きながらそれをクリアしていくということが学びになるということを実感を得ています。自分一人一人の力では成し遂げられないことを仲間と一緒にやることによって2倍にも3倍にも成し遂げられる。これからの JC はさまざまな世代の皆様と共に作り上げていきたいと考えています。2021年度理事長所信、公益社団法人東京青年会議所第72代理事長戸口正弘君。新日本の再建は
我々青年の仕事である。戦後の焼け野原から主権が回復する以前に、これから行うべきは国内経済の充実と国際経済との密接な連携であると宣言をし、この青年会議所は設立をされました。この志こそ我々の原点であり、常に我々が立ち返るべき場所なのです。現在、新型コロナウイルス感染症が日本で、そして世界で猛威を振るっています。緊急事態宣言に伴い、経済への打撃が大きなものとなり、さらに倒産や失業者が増えるというふうに予測されています。昨年の今頃を思い出してください。思い立てば、いつだって地球の裏側にも行けたということを、仲間と共に朝まで語り合えたということを、しかしそれは止められ、その価値観までをも否定されつつあります。動きは制限され、まるで急遽先の見えない暗闇に落とされた、そのように錯覚する人もいるかもしれません。そのような暗闇の中であっても、我々青年は暗闇を照らす光とならなければならないのです。光なき世界に光を灯し、光を与えることこそが青年の仕事なのです。You can create the world. 世界は大きく変わりつつあります。いや、すでに変わり始めているのです。新型コロナウイルス感染症は人々の行動様式を変え、価値観までをも変えつつあります。そのような社会的転換点を現在進行形で経験している我々だからこそ、我々にしかできない、我々にならできることが必ずあるはずです。それは青年らしく、英知と勇気と情熱を持って、新しい時代は、新しい世界は我々の手で作るんだという志を思い出し、行動していくことだと思います。このような時期に行動していいのか、社会の流れに合わせなければいけないのではないか。確かに社会からはステイという言葉が多く聞こえてきます。しかし誰もストップとは言っていないのです。であるなら、我々は我々にならできる行動を取っていく必要があるのです。時代はすでにウィズコロナです。コロナ禍を理由に運動を止めることは許されません。社会が不安という暗闇に覆われているのなら、光を灯し、光を与えることこそが我々青年の仕事なのです。批判よりも提案を、諦めより行動を。2021年、私は3つの光を示し、行動してまいります。何かが起こるのを座して待ち、現れる課題に対処するのか、今後起こるであろう課題を予測し、未来を作るのか。私は未来を予測する最善の方法は、自らの手でその未来を作り出すことだと思います。であるなら、明るい豊かな社会の実現を理念とする我々は、明るい豊かな社会という未来を我々の手で作り上げなければならないのです。課題対処ではなく、大きなビジョンを描き、不可能を可能にする、そのような挑戦を行っていかなければならないのです。未来などわからない。確かにその通りです。今まで明確だった未来などないのです。だから我々の手で作るのです。You can create the world. あなたは世界を作ることができる。なぜなら、我々青年には無限の可能性があるからです。理想はそれを成し遂げたとき、それはただの可能なことへと成り下がります。そして理想を語るのをやめたとき、人の進化も止まるのです。であるなら理想を語りましょう。青臭い理想こそ未来を作ってきたのです。
そして青年会議所が設立され70年以上が経ち、日本そして東京も多く変わりました。市民が優先する価値観や青年会議所を取り巻く環境も大きく変わりつつあります。そのような中でどのように運動にインパクトを持たせるのか、そのために私は原点に今一度立ち返る必要があるのだと思います。我々の創始である宮前兵衛先輩が語っていた家族、会社、地域を良くしたいという青年が集まった、この言葉に全ての答えがあるのだと思います。もし JC 運動に家族、会社、地域の理解が得られていないというのならば、その運動は家族、会社、地域のためになっていないのです。家族、会社、地域のためになる運動を展開するために組織改革を行い、時代に即した、そして時代に求められる組織改革を行っていかなければなりません。世界が、そして社会が変わったというのなら、我々が変わればいいのです。守るべきものは守り、変えるべきは変え、社会に求められる組織となっていく必要があるのです。変わったのではない、変えたのだと誇れる組織を作っていきましょう。そして昨年12月、公益社団法人日本青年会議所の理事会において、2023年の全国大会が東京にて行われることが決定いたしました。なぜ東京青年会議所が主管をしなければならないのか。それについて悩む必要はありません。二度の緊急事態宣言を経験し、経済に大きな打撃を受けた東京だからこそ、この全国大会を新たな光として、そして新たな希望として一丸となり、全国に対し新たな東京を示していく必要があるのです。新型コロナウイルス感染症により、家族が、そして会社の経営が苦しい、そういったメンバーも多いかもしれません。それでもなお私は立ち上がろうと言います。苦難な時だからこそ、東京から新たな世界を示すのです。最後に、今一度我々青年会議所の原点を思い出してください。主権が回復する以前の1949年、戦後の焼け野原から立ち上がった創始の思いに思いを馳せてください。その遺伝子を受け継ぐ東京青年会議所だからこそ、この歩みを止めることは許されないのです。今こそ、家族、会社、地域のために、今一度自らを奮い立たせる時です。社会は変わったね。そんな言葉はいりません。社会を変えたのは我々なのだと誇れる未来を作り上げていきましょう。You can create the world。未来を構想し、新たな世界を東京から作り上げていきましょう。続きまして、2021年度政府理事長談をご紹介いたします。副理事長菅博文君。副理事長新井和成君。副理事長山本健太君。副理事長児玉康智君。はい。専務理事久保田雄介君。はい。直前理事長伊沢栄太先輩。はい。
2021年度以上のメンバーにて東京青年会議所を牽引してまいります。1年間何卒よろしくお願いいたします。最後に2023年全国大会プロジェクトリーダーを務めます大人啓太君よりご挨拶いただきます。はい、皆さんこんにちは。2023年全国大会東京大会プロジェクトリーダーの大人啓太です。2020年9月に声をかけていただき、 JCI 東京での総会承認、東京ブロックでの副主幹決定、関東地区での推薦決定、そして日本 JC での理事会決定投票、目まぐるしく動いてきました。ご協力いただきました皆さん、本当にありがとうございます。1953年セイコーホールディングス第5代目社長の服部礼次郎先輩より始まった全国大会ですが、2020年は立候補するロムがないという危機的な状況に陥りました。感染症拡大の影響を受けて閉塞感が広がる中、認証番号1の我々が立ち上がらなければいけない、そういう使命感で立候補を進めてまいりました。東京で全国大会が行われるのは32年ぶり、40歳で卒業する我々はこの機会があること自体がものすごく貴重なものです。32年前の東京大会ではエクスカーションで東京ディズニーランドに行ったというような記録も残っております。我々はこれから2年と10ヶ月準備期間があります。国会議事堂で総会をしましょう。国立競技場で卒業式をしましょう。この機会であればどんなことでも可能だと思っています。この機会を通して想像を超えた活動ができるはずです。 JCI 東京が一丸となって全国に明るい豊かな社会像を示していきましょう。そして新たな大会にしていきましょう。この波に乗り遅れるな。 Let's join!